FC 岐阜勝手に応援チャンネル。当初止めましたね、止めましたよ全然意味ないこと言うじゃんはい、というわけで今回はですね、はい、ガイナール鳥取戦の、はい、なんて振り返りですか、振り返りなんていうの、こういうの延期になったやつ、延期になった試合を、うん、はい、やり今日は見ていきたいと思います。はい、はい、まあね、まあこんな状況で、そうですね、久しぶりでしょ。そうだね、試合は2週間ぶり、もうちょっと、もうちょっとか、ここ来るのが久しぶりですね、まあ、確かに確かに、いやだからね、まあ選手たちもね、まあなんかそのいろいろ調子がまたずれたりとかしちゃうかもしれないからね。いや、してるでしょ、だって動けてなかったから。うん、そうだよね、うん、やっぱプロのアスリートになるとやっぱそういうのもすごいだろうからさ、だから見てる側としたら、うん、今日はもう負けなければもう勝ちよ、引き分けでも勝ち、ああなるほどね、うん、そんぐらいのもう姿勢で大丈夫だ、そう、大丈夫だと思います。わかりました。はい、まあ、鳥取って誰か怖い人いたんですけど、いるよ、誰、田尻だよ、田尻かよ、田尻だよあいつか、去年の岐阜をお前夢壊したやつだよ、田尻んのかよ。だから今日は、うん、もうそ本当に点取ってほしいよ、うん、田尻選手から、うん、でもまあまあ、まず負けないこと、そうだな、ちょっと強敵だからな、強敵だから、うん、OK、 じゃあその辺に注目してね、はい、見ていきましょう。はい、緑のユニフォーム鳥取のステージ、はい、というわけでキックオフです。どうぞ、みんな久しぶり田口を越えてこれは見送ってゴールキック、走られてないですね。そうだね、どうすんでしょうね、まあでもやっぱカードとしてはほら持っとけば、あ、まあそうだね、ジョーカーとそうそう、ピンチの時にもいけるだろうし、まあ他のチームに行かなかったっていうのがね、ああ確かに、なるほどね、うん、いつでも出れる状態ではあるわけ、だからもうそう、なんかそういう選手登録みたいなのはしてある、選手登録はもうしてある、それはね、あとはもう本当準備万端だとは思うんだけど、うん、もうガンダムですよ、もうここぞという時に出てくるガンダムですよ、ちょっとピンとこないな、ガンダムですよ、割とすぐ出勤するしないしな、あ、海選手、海健さんかっこいいな、ね、あの奥さんがめっちゃ綺麗だった、そこだよ、まあでもそりゃそうよ、あんなかっこよくてさ、ね、Jリーグですよ、そう、美女じゃない奥さんをもらってる J リーガーの人、なんでそういう言い方するの言えないしあの人はね、おー、はい、というわけで、前半戦終了です。はい、まあね、立ち上がりそんなに動きもなく膠着してましたね、うん、ボールが収まってなかったね、ああそうですか、結構いろいろポン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 動いてたから、あでもね、まあ 0-0 ってのはいいことですよ、うん、うん、まあシュートもあったし、うん、だそれでまあまあまだ得点には繋がってないけども、はい、岐阜がシュート2本で鳥取はシュート打ってないね、0本、うん、0本いいよいいよ、うん、守備硬いですよ、やっぱ守備はね、もうずっと今年盤石ですね、はい、だからもう勝ちです毎週言ってますね。それで、後半戦スタートです。よいしょ。61分でまだ0-0ですよ。やっぱずっと動かないですね。ゴールまでは25メートル。鳥取のゴールキーパーは田尻。いやいいね。今この壁の作りでね、揉めてるね。さあどういくかみたいな。駆け引きがあるね。鳥取の壁の前に。岐阜の選手3人が膝をついてゴールキーパー田尻の目線を遮っています。ニアが空いているが直接狙う、あわあ、もう入った、おい、いいですね、いいですね、おー、一瞬分かんなかった、一瞬ドゥルルンってなったからね、いい時間に1点取った、そうだね、壁当たって、あらら、あーコーナーキックかーって思った、入った入ってた入ってた、ラッキーだけど、うん、運があるってのはすげーいいよ、そうだ、ね、流れある、うん、先制ゴールはアウェーの銀メダル、合わねえんだね、これが逆に言っちゃって波がさあ後半のインスイタイムを迎えました、先制は2位いや、いいね、吉山選手のゴールってのがいいよね、うん、
4試合すべての試合で若手がさ、若手ってかその今年入った組とかがさ、うん、いい活躍してるから。そうね、だから結果出ると選手も楽だろうしね。1点を追いかける展開となったのは、うん、で、川西選手も調子いいわけだし、うん、やっぱりなんか化学反応がどんどん起きてってくれたらね。まあそうだよな。やばい、これ嫌なやつ、嫌なやつ。え、ピッピッ、はい、もう3分過ぎたよ。押せ主審、3分過ぎた、過ぎて主審、もう過ぎてるって主審。はい、苦しい試合でしたが、はい、というわけで、勝利、見事3連勝です。いやー、おめでとうございます。ありがたい話でございますよ、本当に。気持ちいいですね。よかったですね、あの、はい、2週間の、休明けでしたけれども、はい、まあ、見事勝利ということで、はい、もう流れは岐阜です。まあ、本当にございますわ。はい、はい、もう3連勝したんだったらもう一緒でしょ。一緒ですよ。もうだって負ける要素がないもん今のところね、本当にね。守備過程は、ね、そうそうそう、ちゃんとね、チャンスをつなげるわね、うん、最後ちょっと焦ったけど。いやだからさ、鳥取もさ、ずっと最後までさ、プレーがさ、アグレッシブだからさ、そう、ちょっとね、乱闘を仕掛けてたからね、ちょっと熱くなってね、熱くなってね、うん、まあいいことだとも思うんだけどね、うん、そこはやっぱりでも、本宅さんだったね、うん、もう、慰め大丈夫だよ、そんなことは言ってないですよ、なだめてたもん。MVP いきますか、MVP いっちゃってくださいよ、今日の、うん、勝手に、MVP は、甲斐選手です。守備の選手が取るのは珍しいですよ。もうね、はい、これは一言につきます、うん、今日いっぱい話題出てた、うん、男前。鳥取戦でじゃないんでしょ、それは。ね、今画面がストップしてる状態なんですけど、甲斐、はい、選手が画面ドカンと出てるでしょ今、うん、横顔見て男前でしょ。男前だよ、 MVP ですよ。じゃあずっとじゃん、その理論で言ったら。ずっと男前なんだから。さあ、そしてえもう一人います。あ、まだいいか、はい、勝手に MVP もう一方は、はい、聖堂運輸。見えてるもん言ってない。スポンサーになってくれてありがとうございます。大事ですね。大事です、大事です。スポンサーさん、神様ですから、スポンサーは。そうや、そうです、はい、はい、ということで、聖堂運輸さんが今回受賞ということで。いや、それもさ、いつもね、甲斐選手はずっと男前だし、聖堂運輸はずっとスポンサーになってるし。いや、でもそういうのって大事じゃん。いや、大事、気持ちは。はい、何、え、何、不満。いや、不満とかじゃなくて、吉浜選手とか今日ね、初ゴール決めてるわけですから。こういう時にフィーチャーしないと。なかなか初ゴールだよ。何だお前。そんな良くない、良くない、良くなくねえよ。おい、そう、何のための MVP だよお前。3点目決めたら吉山選手しましょう。3点、ああ、次、もっと次と、もっと次決めて、次決めてと。なるほどな、ね、吉山選手しましょう。でもじゃあちゃんと覚えておいてください、本当に。でも大丈夫です、はい。じゃあこんな感じでね、はい、はい、またね、じゃあこのまま、4連勝を向けて、うん、頑張っていきましょう。はい、はい、というわけで以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。どうもありがとうございました。